実はですね、あらゆる問題にはですね、この5つのアプローチ、手段があります。で、理想であってみんなついつい唯一と思っちゃうのは、解決するなんですよね。でも、解決するだけが答えじゃないんですよ。逃げるっていう方法もあるんですよ。逃げるっていうのは何かっていうと、えー、とりあえずその問題から逃避するです。考えないようにするです。これね、解決法じゃないように見えて、解決法の場合もある。 例えば女の人がお嫁さんに行ってその家のお母さんと仲が悪いと。どうすればいいんですかもう本当に私あの義理のお母さんが嫌いで嫌いで嫌いでしょうがないっていう場合どうすればいいのかとそれは理想はこれ話し合って解決するとかです、ね、なんですけどもでもその相談してきた人がもう70歳でお母さんが90歳だった場合ですね別に逃げて構わないですねその問題から。 お母さんとと仲が悪いまま、あと2、3年ほどいたらお母さん死にますよね。なので解決する必要ないんですよ。というかお母さんが死ぬまでに何か解決をと思っているとかえって問題が複雑になってくるそれよりは逃げてこの問題何も手をつけないようにしといてお母さんがボケ出したらそのお母さんが言ってた嫌みもどんどん緩くなってくるかもわかんないしお母さんが世話が必要になってきたらお母さんは ひょっとしたら、そのお嫁さんに対して、もう言い方が変わってくるかは分かんないから、勝手に解決するんです。なので、逃げるっていう方法は、問題に対するアプローチして、全然ありなんですよ。あの子のことが忘れられませんっていうような、過去の失恋に関してもですね、解決するだったら、もう一回じゃあ会いに行って告白しろそして玉砕しろっていうのも手なんですけども、もう考えないようにしたらっていうふうに言うのも手なんですよね。それで次に好きな子ができたら、もうそれで終わりですから。 そうじゃなくてもう何年も経ってるんですって言ったらもう他の方法を考えるしかないんですけど保存するっていうのはですね逃げると違うんですけども逃げるの場合本当に考えないようにするんですよそうじゃなくて保存するっていうのはですねそういう問題もあるような忘れちゃいけないなうんノートに書いて忘れないようにしようっていうやつですねこれ僕は典型的な例がですね人類はなぜ戦争するのですかっていう 多分皆さんに関してはもうそういうのどうでも良くなっている年齢だと思うんですけども、14、5歳ぐらいの時はこれがもうすごい大問題だったりするわけですね。なぜ男と女は分かり合えないんですかとかですね。なぜ人間は争うのですかとか。なぜ人種差別はなくならないのですかとか。なぜ環境問題に対して政府は根的な手を打たないんですかっていうのに対しては、もちろん解決するのが理想ですし、いや、そういう難しい問題は私は分からないよって言って逃げるのも方法なんですけども、 やり方としてはですね、それをですね、毎年毎年、新年の1月1日に自分でノートに一応開いて、そこに書いとくというのも方法なんですね。いずれこれは人類が解決しなければいけない問題だ。私が生きてる間に答えを出さなければいけない問題だ。ただ、今の私にその答えがまだ出せるとは思えない。だからせめてその問題を忘れないようにしようっていうんです、それは保存する。 あの僕の言い方が軽いから誠意ないように聞こえるかもわかりませんけどもこれ本当にマジでこういう方法あるんですよ。忘れるという方法もあります。忘れるはですねこの逃げる保存するよりですねもっと根本的にもうそんな問題なんかなかったかのように振る舞うことです。でこれで振る舞って忘れれるもんだったら苦労しないよという人はこれができないんですよ。ななのので、で他の方向に行くしかないんですけども、 忘れれるんだったら問題なんて忘れるのが一番いいわけですね。なんでかというと問題は無限にあるからです。頭の中の問題っていうのは無限に湧いてくるから実は解決があまりできなくてあんまり自分の人生に影響がないような自分の損得に影響がないような問題だったらですねとりあえず忘れてしまう。でテレビとかドラマとかでそういうふうな問題が扱われても出てきた時に 改めて心配したりちょっと気にしたりしてもいいんですけど基本的に忘れるという方法がある最後ですねまあもう共有するってやつでこれです他の人に話すってことですねつまりこういうこと私は気になるんだけどとかですね私にはこんな問題があるんだけどというふうに人に話してみるとそうすると誰かと共有することによって、まあ、その問題は解決しないんだけど気が楽になるかも分かない。 で、これあの1から5まで書いてるんですけども、ここからここまですべて問題が解決しない方法ですよね。一番の問題解決って書いてる以外は2から5までっていうのはすべて問題何一つ解決してないんですけども、みんなね、ついついね、ほとんどの問題は解決しないっていうのを忘れちゃうんですね。自分の頭の中に湧いてくる問題にしろ、人間関係にしろ、会社の問題にしろですね、将来の悩みにしろ、自分の子供にしろ、家族の問題にしろ、 後で振り返ってみたら、ほとんんど解決してないなですよ。ただあの頃、何であんなに悩んだろうと思ってどうでもよくなってるかもしくは自分が介入しないところでなんとかなったと例えば息子の成績が上がらないという悩みは成績は上がんなかったんだけどもそれなりになんか息子楽しそうな学校に行ったということで解決してるとこれ解決じゃないんですよね。別にその問題に関して何一つ手を打たなくてもどうでもよくなっちゃったという,うなことなんですけども。 実は僕、あらゆる問題のですね、90%以上はこっちじゃないかなと思ってるんですね。なので、あんまりこれに頼らないことというか、あんまりこればっかり考えないこと。あらゆる悩みに関して。今僕、これ何のために話してるのかっていうと、かなりの人がこれができないんですよね。僕もできないです。僕も自分の考えている問題とか、自分の悩んでる問題とか、例えばこの今日の講演に関しても、 誰一人相談してないです。なんでできないのかというと、できない性格だからですね。人にそんな言うの恥ずかしいな。なんかね、講演するね、2、3日前になっても何話していいのか思いつかないとかですね。何話したらいいんだろうとかですね。生まれた大阪だからちょっとくらい受けたいとかですね。そういうことを考えてるわけですよ。要するに、ああ、行為がどんどん上ずる。で、それをですね、人に話せない性格なんですね。で、話せない性格の人間は、僕が今、 ずっと話してこのプロセスを通るしかないんです。話せる人間はこの5番が使えます。5番は1番並みに強力なんですよ。2番から4番まではそれなりの効き目があるんですけども、気を楽にする役割しかないんですね。で、それによって何とか勝手に問題が解決してくれる。解決するっていう自動詞ではなくて、解決してくれるっていう他動詞の状態に行くのを、まあ、望んでるみたいな消極的な方法なんですけども、 一気に軽くするのは共有するですし、一気にその問題をなくしちゃうのは解決するなんですけど、これすごい強いんですけども、まああの、僕は他の人間に相談できない人間で、で、毎回こういうイベントするたびにあの悩みのカードを見たら、ここまでは人に言えるんだけども、こっから先は人に言えないっていう人がすごく多いんですね。だから人は程度によるけど、ある程度僕に似てるというふうに考えるようになりました。 僕みたいに本当に何も相談できない人間っていうのは割と少ないんだけどもでも自分の中の心の中のしこりというかこんがらがっている問題にちょっとでも触れてきたらもう急に人に話せなくなってしまうとか昔は話してたのにも話せないとか話せた人がいたんだけどもその人いなくなってしまったとかいろんな理由で人に話せなくなってしまうそういう人のためのですね考え方の道具として今日はこのまず、えー、紙に書いてみて。